久しぶりの日差し。いや、日差し、うわー、本当でも雲の切れ間、これじゃあっという間に、あっという間に陰ってしまう。陰った。そして久しぶりの信号。雲動いているのかな。動いてるね。すごい、なんかあっちは雨降ってそうだな。あー、寒くなったんで、なんかね、こうカイロとか入れておくとあったかいんだろうけども、あー、その支度はしてなかったな。海に行けばあるか。あ、ここでちょっと、最近見かけるバイクの話っていうのにしようかな。まあね、あの高速道路を走ってるとやっぱ 4TR よく見かけるんだよね。やっぱり高速走るのはすごいね、あの川崎のマシンって走りやすくて。でこの GGR も昔は、本当に昔は高速道路行ったらもう必ず GGR があるっていうぐらいいっぱい走ってたんですよ。だからまあいずれね、この 4TR もまあ30年とかすると、あ、30年もないか、20年もするとこういう感じで私が乗れるぐらいの金額になるのかなみたいな。4TR がね、すごい台数が多いんでよく見かけますね。でね、この GGR もね、昔はね、そんなに好きなバイクじゃなかったんですね。やっぱりあの、いっぱい、みんながいっぱい乗ってるバイクだとね、なかなかね、あのそこ欲しいと思わないんだよね。まあみんなもどうか知らないけど、あんまりこう売れ筋のバイクって、あのまあ売れるってことは多分ね、乗りやすかったりなんかそう良かったりするんだろうけども、一時期ゼファーがすごい売れた時代があったと思うね。もうどこを走ってもみんなゼファーで、ゼファーだからみんな同じだから少しカスタムを加えてね、自分らしさをなんていうのもあったと思うんだけども、あの時代にそのゼファーは全く興味なかった。で今はもうそういう意味では確かに、あのなんだろう、いっぱい走ってるようなバイク、そうだな、まあ 4TR も多いとは多いんだけど、今一番多いのは何かな、 R1 かな。そうね、ちょっと行く場所にもよるんだけどね、峠とか山の方行くと R1 すごいたくさん見るね。で次によく見るのは何だろうな、エストレアもまあよく見かけるんだけど、エストレアはね、やっぱりいろいろカスタムしてあるからね、全部どれ見てもみんな、あのいろいろ特性っていうか、なんていうの、あの特徴があって面白いんだけど、だからね、この GGR も昔は本当にね、あのたくさん走ってるんで、これといって興味はなかったんだけど、もうね、20年近くなるようになってくると、さすがにそんなにね、数を見かけなくなって、でそうするとまあようやくね、自分のあの 手頃な価格になってきて、自分の手元にこう来るような、そんなようなことになってから改めて再認識したっていうのかな。やっぱりね、あの本当、あの昔のベストセラーと言われる車っていうの、バイクっていうのは本当乗りやすいんだわ。本当にこれは確かにみんな乗るよねっていう気がしますね。だってこれ本当寒い、こんだけ寒い寒いって言ってるけど、風吹いてるところでタオルに体をちょっと伏せれば本当に風当たらないのね。だからそれでタオルの熱がね、あのこう中にこう足の方ちょっと温めてくれていいんだ。だけどもね、昔あの寒い時にバイク あのこうエンジンにこうグローブの上からこのエンジン触って、それであの、あ、手があったけってやったと思うんだけど、これフルカバードで手がこのエンジンってここに入らない、それがあってね、あーダメじゃんと思って、そうなるとやっぱり電熱グローブいいよね。あー失敗した、電熱グローブしときゃよかった。バッテリーをちゃんと充電してないから疲れかどうかも分かんないからな。道の駅富沢、どこ？ここ？トイレ休憩行ってこうかなと思ったんだけど、これダメじゃん？ダメじゃん。ああ、ちょっと
たいじゃん。こっち行かなきゃいけないのかな。渡れます。渡れちゃうので渡っちゃいましょう。よいしょ。もう BM だ。あー R だね。水平対向は対向じゃない、水平対向はね、かっこいいね。まさにクルーズイングするためのバイクだよね。よいしょ。ちょっと失礼します。あれ、はい、すいません、どうも。いやー VMAX かっこよかったな。あそこまで綺麗に塗装するとね、いいね。いやー、しかし VMAX でリッター18ってすごいな。何をしたらそんなに燃費良くなるんだ。いやー、だけど私の VMAX はね、ほんとリッター12、そう、よくて12、15なんて走ったことなかったな。いやー、せっかくラーメンで温まったんだけど、なんか寒い。静岡県富士宮市入りました。あ、入ったんだけど、ここ静岡なんか全然わかんないね。まあ山梨側がね、割と面積が多いとは思うんだけども、富士宮焼きそばの富士宮だよね。雲多いけど夕焼けは見れそうだね。頑張ろう。